まあ、正直今も全然完治してないし、走ってても痛みがある中でのレースだったんですけど、まあ、レースになってみれば、まあ、アドレナリンというかあんまり痛みも、まあ、痛かったですけど、まあ、そこまで痛みを気にせず走ることができて、まあ、転倒はできないっていう状況だったんで、最後まで集中力を切らさずレースができました。ウェットになったことも良かったですかね。はい、そうですね、まあ、正直今回のレースはウェットが良かったかなっていう感じがあって、まあ、木金かのドライ走行では、まあ、あまりいい位置につけていなかったので、まあ、なんとか運が味方してくれたのかウェットで良かったなっていう思いです。2台の後ろを走りながら自分の状況と相手の状況を確認しつつ走ってたので、で、まあ、両とオガちゃんがちょっと離れ出したから、まあ、抜いといた方がいいかなって。で、まあ、そこでペース上げれるのは上げれる感じはあったので、一応予定通りは予定通りだったけど、まあ、させなかったかな、うん、まあ、開幕戦のこともありますからねちょっとセーブした部分もあったりしましたね、うん、そうですね、まあ、あんまり後ろは気にしてなかったんですけど、まあ、まあいるのは分かっていて、まあ、自分のペースで序盤走って、まあ、もうちょっと余力あるかなと思ったんですけど、まあ、水野君に抜かれて、まあ、それから あまりうち余力ないなっていうのはちょっと気づいてたので、まあ、まあ最後勝負できるかなとは思ってたんですけど、結局ちょっと、まあ、そこまで持っていけなかったですね。まあ、じゃあその分次回はドライで勝ちたいですかね。そうですね、まあ、ずっとねなんかしっかりした晴れでレースできてないので、まあ、うちね、まあ、今現時点ドライの方が競争力はあるので、はい、まあ、まあ、筑波スゴーという車のね、あの方もつかめてきましたし、まあまあ次はもっといいレースできると思います。